ゃんと当てます。いきまーす。Hey guys, welcome to TGK Light Up TV! ということでね、今回はある公園に来てます。で、この公園は某、有名野球アニメの、舞台にもなった、公園でございまして、今日は何をやっていくかというと、私のキックの練習をします。で、この前じゃない、だいぶ前にキックの動画をあげました。ゴムつけて腰につけてやるやつ、あれはちょっと、一人でやる分にはおすすめしますけど、ちょっと使いにくいと、ここに邪魔になって、なんでちょっと新しい、ものを準備しました。で、今日はなんとカメラが2台体制です勝手に2台体制になりました。アクションカメラのめっちゃ安いやつを今使ってますけど、映りどうですか？いい感じですか？音が入ってるか気になるんですけど、一応マイクつけてるんですけど、どうかな。ちょっと撮ってからのお楽しみということで、で今日使っていくのはこちら、サッカートレーニングネットということで、結構大きいのを買ってみました。Amazon で、5000円ぐらいのやつです。どうしてもやっぱり今ね、ボールを扱える公園が少なかったりとか、自分の近所の公園とかでもネット張ってあるから、ここでボールの蹴る練習できるじゃんと思っても、ボールはネットに当てないでくださいみたいなやつがあるわけですよ。バスうるさいな、蹴る練習をしたいと。蹴る練習、蹴って止める練習、蹴る、止める、運ぶ、ね、これサッカーの基本なんですけど、それをやりたいと。でもそれができるところが少ないと。ネットもね、こうボール当てれば、老朽化しますし、分かるんだけど壁当てできる場所もないし、で、ボール蹴ってればうるさいとか、近所迷惑になるとか、いろいろあると思うんで、ちょっと今回はこれをね、使って練習をしていきたいと思います。で、多分ね、組み立てが必要なんで、組み立てしていきます。こんな感じで組み立てます。5分ぐらいかかったんかな、組み立てが一応終わりました。なんかこんな感じですね。はい、ちょっと隣で運動会の練習かなんか準備かなんかしとうけん、音が入るかもしれんけど、こんな感じです。ネット張る前です、まだこれで。なんかここはこうバランス取るためなのか、こう結構わかるかな、こうグワーンって湾曲してるような感じですね。はい、でここにネットをつけていくわけですね。ちょっとつけていこうかな。じゃじゃーん、疲れた。このさ、ネットを張るのが大変ね。結構わかるかな、私166センチぐらいあって、結構身長高い方なんですけど、それよりは2メートル1センチぐらい、違う、2メートル10センチぐらいあるのかな、これが。なんでもこのネットを引っ掛けるのが大変、すごい反発力で、これが。でもその代わりめっちゃネット張ってる感じはある。どうなんだろう、これ一応留め具みたいなのがついてたんだけど、なくてもいけんのかな、ちょっとやってみようか。
そんなことある、この距離でどんだけ下手なの。そんなことある。まさかの5メートルぐらいしか離れてない、こんな大きい的を一発目から外すっていう。いや、ネットがちっちゃいわけじゃない、これは私の技術の問題。朝一だから勘弁してください。ちゃんと当てます。いきます。跳ね返りはいいかも。ただやっぱ止めぐしてないとずれるね。はい、ということでね、サッカートレーニングネット使ってみました。使ってみた感想は、結構的は大きいんです。2.1m×2.1m なんで結構大きいし、当てやすい。まあ私の技術の問題で何本か外しましたけど、はい、当てやすいし、あとは何だろう、やっぱりその蹴る練習をするにはやっぱりこういうふうにこう跳ね返ってくる、ボールが跳ね返ってくることだったりとかっていうのはすごいいいかなと。ロングボールとか蹴るときってやっぱある程度距離欲しいじゃないですか。でそういうのに対してこう持っておくだけで練習ができるんで、すごく良かったなと思います。ただ跳ね返り、まあ、下を止めてないとどんどんずれていっちゃうので、倒れることはなかったんですけど、ずれていっちゃうんで、止めれるんだったら下止めた方が、金具ついてるんで止めてもらった方がいいかなと思います。で、なんだろう、まあ、跳ね返りはビヨンって飛んでくる感じではないので、そのコントロールを練習したいなっていう人にはあんまおすすめはしません。結構近い距離に行ったらある程度の強さで返ってくるんで、それはそれでいいと思うんですけど、こうロングボール蹴りたい人とかに、まあ割とおすすめなネットですね。ちょっとなんかさっきなんかある意味こう壁的な、フリーキックの練習するときにゴールの前にこれ置いて、ちょっと壁みたいな感じで置いても面白いかなって、ちょっとたまたまこうボール越したときにちょっとそんなことも思いました。で組み立てがちょっと大変かな。高さもあるんで、で結構あそこの針のところ、この外側の部分をこうグッて引っ張ってつけるの結構大変なんで、まあ大人の人がいないと、小学生とかだけでこう組み立ててやるのはちょっと難しいかなと。ずっと置いといて小学生バーってやるんだったら十分できると思うんですけど、中学生ぐらいだったら多分大丈夫かなっていう感じですね。ぜひ参考にしてみてください。キーパーコーチもね、練習してどんどん上手くなりたいと私は思ってるので、キックとかね割とそんな上手い方じゃないので、っていうか確実に上手い方ではないので、私も練習頑張りますんで、皆さんも、まあ、こういうね道具使うんだったら使うで、ちょっと一緒にやって上手くなっていきましょう。ではまた次回の動画で会いましょう。 See ya!